今年の冬の寒さはどうでしょう。立春が過ぎてからこの辺りでは珍しく雪が積もりました。毎朝ウォーキングをしている太陽が丘へカメラを持って出かけました。この道路は常陽から宇治への自動車道で、雪はほとんど溶けています。太陽が丘へ入ると一面の銀世界です。この後、雪だるまは日の目を見ることができたのでしょうか。もう2ヶ月もすると、一番早く花をつけるのがこのしだれ桜です。川沿いのソメイヨシノも立派な桜並木に変わります。親子連れの声が聞こえたのでカメラを向けることにしました。お母さんも子供2人を相手に大変です。遊びの広場も桜とシソの満開になります。野球場も春になれば歓声が響くことでしょう。2時間の撮影が終わって太陽が丘を後にしました。